山本雄治、山本雄治、山本雄治、1903年、明治36年1月17日から1945年、昭和20年4月7日は、日本の海軍軍人、海兵51機自責、海大32機、戦艦、山と沖艦とする、第二艦隊の千人参謀として、沖縄海上特攻作戦、大の岬沖海戦で戦死。 最終階級は、海軍少将。1903年、明治36年1月17日、鹿児島県鹿児島市高来町で、鹿児島貯蓄銀行、現在の鹿児島銀行の前身の一つ頭取りである、山本平吉の次男として生まれる。1920年、大正9年3月31日、鹿児島県立、 第2鹿児島中学校の13期生を4年終了。1920年、大正9年8月、海軍兵学校の51期に入学。1923年、大正12年7月、自席で卒業、恩師の探検を排除する。海軍少尉候補生を命じられ、練習艦隊乗り組み。1924年、大正13年12月、海軍少尉に任官。 1925年、大正14年12月、海軍水雷学校普通科学生。1926年、大正15年5月、海軍法術学校普通科学生。1926年12月、海軍中尉、駆逐艦、盾乗り組1927年、昭和2年12月、海防艦、出雲乗り組1928年、 昭和3年12月、海軍隊員、練習艦隊司令部付け、候補生指導官。1929年、昭和4年2月、駆逐艦、菊月公会長。1929年、昭和4年11月、海軍水雷学校高等科学生。主席で卒業して、恩師の銀時計を排除。1930年、昭和5年12月、駆逐艦。 秋風水大町。1931年、昭和6年11月、駆逐艦、三日月水大町。1932年、昭和7年12月1日、海軍大学高校三32期学生。1934年、昭和9年7月、卒業。1934年、昭和9年11月、海軍少佐、従順、青葉水大町。 1935年10月、軍務局第一課付1936年、昭和11年2月、独国駐在。1937年、昭和11年5月、独国大使館付部官補佐官。1938年、昭和13年6月1日、山本赤み風が宅地区畜6番館、追い風区畜館長に補職。 同年11月10日府で、第2艦隊参謀。1939年、昭和14年11月1日、海軍中佐、連合艦隊参謀。1940年、昭和15年11月15日、軍令部第一部大作戦下部員。1942年、昭和17年12月27日から、山本は、 現画ミノル中佐と共に陸軍とガダルナル島、撤退要領、ソロモン方面主戦の合同研究を3日間行い、12月末、ガダルカナル島撤退作戦が決定された。1943年、昭和18年2月から数度にわたり、敵に察知されることなく、ガダルカナル島の撤退に成功した。1943年、昭和18年6月15日、 第三艦隊参謀。第三艦隊司令長官、小沢寺三郎中将が、ミッドウェー海戦の図面を書いて即座に、暗号がれてるぞと気づき、山本に徹底的に調査するように命令したが、調査した山本は、絶対に、海軍の暗号は、漏れてませんと回答した。1943年、昭和18年12月1日、連合艦隊参謀、機関、武蔵。 1944年、昭和19年3月31日、海軍没事件が発生。小上根一連合艦隊司令長官がフィリピンで巡職した際、山本は福留茂参謀長と共に2番機に登場していて、戦死を免れたが捕虜となり、作戦計画書、暗号書など最重要機密が米軍の手に渡った。学府である海軍大将、豊田定次郎は、 持つ事件後の山本は死に場所を探しているように見えたと言う。豊田は死の床で山本が最後の出撃の際に家族に思いを残したであろうという趣旨の記事が発表されることに激怒して取りやめさせた。1944年昭和19年4月6日軍令部出資。5月1日海軍大佐。5月25日初春型駆逐艦三隻、初春。 若葉、初下で編成された第21駆逐隊司令。1944年、昭和19年7月25日、第21駆逐隊司令の職務を解かれ、連合艦隊司令部府となる。8月10日、第2艦隊参謀、千人参謀。山本は、第2艦隊機関の高尾型重巡洋艦2番艦、あたご、第2艦隊司令長官、栗田武雄中将。 参謀長小柳富津少将に着任した。十月下旬、冷凍機海戦に参戦する。本海戦で、あたごは撃沈され、栗田以下の第二艦隊司令部は、大和型戦艦一番艦、大和に移乗し、同艦に栗田の中条機を掲げた。内地帰島後の十一月二十五日、第二艦隊参謀長は、小柳富津少将から森下新江少将。 当時、大和艦長に交代、また有賀工作大佐が、大和艦長に任命される。12月23日付で、第二艦隊司令長官は、栗田武雄中将から伊藤誠一中将に交代。1945年、昭和20年4月6日、第二艦隊司令長官、伊藤誠一中将、機関、大和の、揮し下、沖縄海上特攻作戦が開始した。 三田尻沖を出港した艦隊は、4月7日午後2時25分、道中の某波三崎沖で空襲を受け、大和以下六隻、戦艦、大和、京淳、矢萩、駆逐艦、磯風、浜風、浅島、霞が沈没、伊藤長官及び山本も戦死した。戦死により、海軍少将に進級。戦後になり、 次男の山本助則は母へ寄せた手紙を収録した、まー、あ、ちゃんこんにちは、文芸春秋新社、1961年、文芸春秋新社、ポケット文春、1965年を上司した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。